サルジュトとは、モンゴル部に属する遊牧集団の名称。原始などの漢文史料では三竹の台、三畜体、三畜、山ただ、根、三六ただ、骨、終始では、SOSGT と記される。現状筆によると、ボルテチノの子孫に、ドブンメルゲンという人物がおり、その妻がアランゴアであった。ドブンメルゲンに先立たれた後、アランゴアは、 光の性の子供を見ごもり、ブグーカタギ、ブカトゥサルジ、ボドンチャルという三人の子供が生まれた。この三兄弟の子孫がそれぞれカタギヌシ、サルジウトシ、ボルジギンシになったという。後に、モンゴル部では、ボルジギンシが支配種族となり、その一派キアとボルジギンシから、チンギスカンが登場し、モンゴル帝国を建国した。しかし、 カタギン氏、サルジウト氏が、ボルジギン氏に近しい一族であることは、モンゴル帝国、大元ウルスでも強く意識されており、国家と同源にして移住、サルジウトの祖先は、国家と同じ羊で、親族の中でも最も高貴と表現されている。12世紀のモンゴル部の中で、カタギン氏、サルジウト氏は、かなり強力な氏族であり、近氏には、皇帝勤務、 山ただ昆布として登場する。金氏によるとこの二つの部族は、北方の強力な部族で、他の勢力に属さず、タタル部やコンギラト部の間を往来し、しばしば金朝の辺境に進行したという。また、金の上安三年には、王族のワンヤンソウヒロシが軍を率いて、ザトカツラ山でベルグテイ率いるカタギン、クビライ率いるサルジウトの連合軍を破ったことが、記録されている。 近視の記述などから、当時のカタギン氏、サルジウト氏の遊牧地は、フルンボイル地方の東北方、ハイラル川、アルグン川方面であったと推測されている。アルグン川一帯は、モンゴル部の源の住地であるが、ブルカンカルドゥンを本拠地とするボルジギン氏の遊牧地より、遠く離れており、この頃すでに、カタギン氏、サルジウト氏とボルジギン氏は密接な関係を有して、いなかったとみられる。 チンギスカン率いるキアとボルジギン氏から離れて、遊牧するカタギン氏、サルジウト氏はあまり、チンギスカンに、好意的でなく、カタギン部族長、バクーチョロギとサルジウト部族長、チルギナイバートルは、タ大中と、ドルベン、タタルといった所属と協力して、ジャムカを、クルカンに擁立し、チンギスカン率いるキアとボルジギン氏と対立した。カタギン氏、サルジウト氏は何度も、 チンギスカン率いる軍隊と戦った末、最終的に内満部が敗れた時に、カタギ氏サルジウト氏は、チンギスカンに降伏した。しかし、終始によると長期間にわたる戦争によって、カタギ氏サルジウト氏の兵の多くは殺され、生き残った者は皆ど日の身分とされた。また、この時、チンギスカンは、我が一族は、彼らの娘は目取らないし、 彼らに娘を与えもしないと語ったという。実際に、片銀氏、サルジウト氏出身の人物で1206年、チンギスカンがモンゴル帝国を建国した時、1000人隊長に任せられた者は一人もいなかった。サルジウト部は1206年時点でこそ、モンゴル帝国で1000人隊長クラスの人材を出していなかったものの、この後サルジウト部出身の人物人かが、 チンギスカンに仕えて、著名になった。彼らは主に東、アジアを活躍の舞台としたため、原始に列伝が建てられている。順次会、ボロル大は、チンギスカンの下宿に入って、功績を上げ、やがて、中国方面の将軍として抜擢されるようになった。また、ウヤルは、旧金両の機体軍を統括して先人隊長に、任せられ、終始でもウヤルワンシーとして記録されている。 アランコアノコサルジウト氏族のソブカトゥサルジ。ジン2000、24ページ、金島九93列伝31総広市伝、豪邸節者、与山ただ、今回北方別部、自強中立、部署貴族、往来祖、広吉らつか連都市、夏見編、南ブ目行ユなり、総広市前軍イタリザトカツラ山、ぐただ根所到赤路、コンナ部、 激壮の残守1二百0不育地社畜人衆。新至る古血水、適正大祝、小瀬王邸、節部長次郎フル隊、山田田、昆部長子必ずらつ及びバーソク箇所使い、若者皆骨高鎮2000、25から二十六ページ、王国位は、近視に登場する肩銀部族長次郎フル隊と、同一人物とするが、ペリオラは、白フル隊は、ベルガテと読むべきで、 バカコロギーとは全く異なる名前であると批判した王国威は禁止に登場するサルジウトブ族長子必ずラツと同一人物とするがペリオラは白フルタイはフビライと読むべきでサージダイ BA アトルとは全く異なる名前であると批判した村上1970312から316ページ村上1972282ページ詞も2013 920ページ、ありがとうございます。